お昼だわ。ランチへ、ゴー。テイクアウトグルメ。今日は、出汁の香りに誘われて、日本橋に来ました。かつお節の老舗は、出汁の離れ技を盛り込んだ料理で人気なの。日本橋出汁場離れ弁当。4、5月は、厚切り豚肉とゴロゴロ野菜の旨煮を、豚バラ肉を、大根や人参などと、じっくり煮込んでいるの。かつお節のおかげで、肉と野菜の旨味と甘みが、調和しているわ。付け合わせの惣菜は、きんぴらごぼう、うの花、ひじきに、切り干し大根よ。ご飯にかけられるように、本枯れかつお節の削り節パックもついてくるわ。こちらは、だしわん御膳。だし専門店らしい一品ね。上質なかつお節の風味に幸せいっぱい。